はい、こんばんは、しげもんです。どうも。今日は何をするのかというと、これはね、なんかすごい状態ですけど、中古というかジャンクでゲットした加藤のローカル駅舎ですね。ローカル駅舎、はい、ちょっと寄ってみました。どのような状態かというと、まあ、結構汚れてはいるし、パーツはバラバラ、欠品があるのと、パーツが割れたりしてる、まあ、破損してる部分もあると。本当にジャンク品ですよね。はい、それぞれのパーツはこんな感じ、まあ、ホコリがついてるのと塗装がありますね。これ駅舎本体で、この白パーツとか、なんかすごい黄ばんでますね。こんな感じで、こういうとことか割れたりしてます。これも変色してるのかな、塗装してるのかな、まあ、色が入ってる。はい、あとはパーツが割れたりしてる箇所もあるんで、これはうまいこと直さないとダメですね。はい、ベース部分はこんな感じ、だいぶ朽ちてますよね。今改めて見ると結構ひどいな。で、今回はこのジャンクのローカル駅舎をリメイクというか復元したいと思います。で、見た感じ結構むちゃくちゃな状態ではありますけど、もしかしたらうまいこと直せるんじゃないのかなという企画です。はい、とは言ったものの、どうしよう、まあ、とりあえずね、結構汚れがついてるんで、それを洗って落とすのと、あと部分的に色が塗られてる箇所もあるんで、この塗装も剥がしましょう。一回綺麗な状態にしてから塗装して組み立てる、液リフォームじゃないですけど、これやっていきたいと思います。よし、それではリメイクしていきます。まず全部洗って塗装したいので、パーツをばらしていきます。もう元から分かれてるパーツはそれでいいんですけど、これは1枚の板か。パーツを分解していくと。汚れが結構ついてるな。まあ、最近は新品の開封動画っていうのは多いですけど、中古リメイクも僕は結構好きですね。これも黄ばみがすごい。ちょっとパーツもだいぶ劣化してるんで、割れたりするパーツがありますけど、はい、こっちのパーツは取れた。で、土台部分で、こっちがこれ取れるかな、接着されてるんやったら難しいかな。なんかグッと引っ張ったら取れそうやけど、壊れそう。おお、取れた。無理から、いいよ。何でひっつけてんねやろな、これ。あ、これも裏から押したら取れるかな。やってみよう。あ、取れる取れる。これは分岐の点鉄器、こういうのもついてるんや。はい、トイレ、これも裏から、よ、よし、いけた。で、裏のネジを外す。はい、よし、いったね。これでパーツはバラバラになった。はい、バラせたので、これを洗っていきます。はい、ただいま。洗浄して塗料を落としました。さっきと比べたらだいぶ綺麗になりました。うん、じゃあ一回この状態で仮組みしてみよう。はい、仮組みをしていこう。ここに、よし。はい、ベースにはめて、そして屋根。はい、こんな感じです。まあ、全部は組んでませんが、まあ、駅の形には一応なります。で、今気づいたんですけど、これ窓とか完全にないですよね。だいぶパーツは足りてないんで、自作パーツ結構使わないとダメかもしれない。はい、というわけで、今回はこのジャンク品のローカル駅舎の塗装を剥がしてみました。で、これから足りないパーツを作ったり、あと塗装をし直してリメイクしていきたいと思います。で、個人的に楽しみなのはこの瓦ね。なんかモデラーさんって瓦を1枚1枚塗ってたりしますよね。それをやってみたい。はい、ジャンク品ではありますけど、結構いろいろ楽しめそうですね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさよなら。